ね、絶望的な差がついちゃうとかさ、そういうことになるんで、そこはもっと頭を使いながら走りましょうということですね。はい、はい、Z チャレンジ in 出雲フェスティバル、ハンドルは投げんな。オイル汚いって言われちゃった。2009年12月9日富士スピードウェイ、今年13回目を迎える日産ファンのための一大イベント、ミスモフェスティバルが開催された。会場には2万9000人が訪れ、往年のレーシングカーから最新の FIA GT 仕様35GTR、 ミスモを代表するドライバーや監督たちがファンを迎え入れた。そんな中、2009年 Z チャレンジの集大成となるエキシビジョンマッチが開催されたのである。はい、ついに来ました、出雲フェスティバル。ですね、抱負はですね、練習走行が思いのほかウエットでも気持ちよく走れたんで、あと大観衆の前ということもあって、まあ、焦らず騒がず美しく走ってみようと思います。まあ無理だと思うんだけど、ね、頑張ります。この2人のために優勝するぞ。おー、決勝っていうのかな、レースエキシビションレース前、意気込みはどんな感じですか。はい、クロさん、いつものように、頑張ります。どんな感じ、いつもって。いつもは一応ホームなんで、ミスないように頑張ります。はい、松くん。僕は Z ハイで山田さんのおてっぱらにミサイルするぞ。もうね、今日はね、松くんぶっちぎるから見ててください。負けません、負けません。それではエキシビジョンマッチ、 Z ファイター山田選手とミサイリー松岡選手の走りをダイジェストでどうぞ。
刺激的すごいね、僕たち2人とも、同じぐらいの写真とバトってますすごかったですね。もう恥ずかしいぐらいの慌てっぽうぶりも見せたし、でもゼットでね、バトル姿とっても面白いです。もちろん安全も気にした上で、みんな気心も知れてきたし、これはやっぱりいいレースですね。楽しかったです。はい、そうすると、はい、もう無事完走しました。残念ながら山田さんには全然追いつかなかったんですけど、僕も3台まとまって集団で走ってて、すっごいいいバトルができました。多分その動画を多分撮れてると思うんで、ぜひ見てもらって、僕たちの Z チャレンジがすごい接戦になるんだけど、みんながマナーを守って、いいレースをやってるんだっていうのを見てほしいなと思います。楽しかったです。なんか俺より上手くまとめちゃったこれでまとめます。はい、じゃあ来年もね、そうですね、来年もニスミスできるように、よろしくお願いします。楽しかった。全然ダメだったじゃん。いきなりダメ出しですか。うん、まあそれはそう。だいたいスターティンググリッドはポジション悪いよ。あれね、自己アバンテに抜かれてたじゃん。あのね、僕はそういう敏感なセンサーは持ってなかったんですけど、なんかね、偶数列はすごいウエットっぽかったらしいんですよ。と田島るくんなんかも言ってたんですけど、うんうん、でやっぱりそっち側から出たやつはみんな難儀してたみたいなんですけど、うん、まあ俺は単純に自分があんまスタート良くなかっただけなのかなっていうのを思うんです。スタートはどこが悪かった。スタートやっぱりもう一回ね、2足を試してみたんですよ、うんうん、で行ったけどミサイルにボーンと抜かれて、うん、まあ、それはフライングスタートだったらしいんですけどね。そうなの。なんか自己申告してましたけど、ただそれほどなんかのバッチリ決まったなっていう感触はなかったから、スタートの、はい、がいまいちだったのは、はい、別に2速がうまくいかなかった、まあ、2速もちょっと回転低すぎたっていうのもね、うん、あると思うんだけど、はい、それよりも反応が、反応ポチッポチッポチッのやつの、うんうん、パッの反応が遅かったと、うんうん、で信号のせいじゃない。あ、信号のせいじゃないの。君のせいだ。俺のせい、俺のせいだ。なるほど、うん、だって信号シグナルが消えてから、はい、結構時間だってなってました、うん、う注意して見てみてください。だからせっかく車載を積んでるんだから、はい、自分はこうだったってって思ったのに対して、うん、検証しないと、うん、ダメだよと、うんうん、で検証することによって、あ、なんだ二足が悪いんじゃなくて、うん、ね、反応が悪かったんだ、うん、じゃないと、やっぱ二足ダメなのかな。あ、なるほどですね。じゃあつぶさにそれを見て、うん、自分で自分のダメ出しいっぱいやんなきゃ。そう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 。あとはやっぱり相変わらずのシフトミスしましたね、いっぱい、うん、2回ぐらい、いっぱいやりましたね、うん、やりました、はい、とってもそのシフトミスの要因にもなってると思うんだけど、はい、要は前の車を追っていくときに、はい、もう気持ちがこの車のなんかインをついてたりとか、はい、アウトからかぶせたりとか、はい、
お前まだここにいるのに行ってますね。ここばっかり考えるのよ、はい、そうですね、うん、それはちょっとミサイリーも同じことを言うんだけど、うんうん、やっぱどうしてもこの前に追いつくっていう方向に行ってしまって、うん、今の自分の走りを大事にする余裕が全くねえよみたいのは、うんうん、自分でも走ってても分かってるんですけど、うん、できないんだなこれが。でそれをずっと立ち戻って考えると、はい、やっぱりあの大舞台っていうのがかなりのプレッシャーになってたんだろうなと。そうですね、はい、まあ、ある種舞い上がってる。そうですね、うん、はい、っていうのはまあ俺も経験だよではないんで、そんぐらいなんか富士の、うん、あの2万9000人ですよ、うん、すごくないですか。スターティンググリッドにいる時って観客が埋まってる感じってちょっとびっくりだね。なんか GT ってこんななのみたいな感じありましたね。ああいうのはを経験し、うん、そこでまた恥ずかしい思いをし、そうですね、うんうん、それで少しずつ成長していくと、うん、はい、もうおっしゃる通りでございます。、うん、でもね、今回の車載を見てて俺思ったのは、はい、ちょっと一発鍛えるかと。おお、ミサイルを鍛えてやらなきゃいかんと、ね、お前だよ。新兵器買ってきてくれたんでね、なんかいつか使わないとなと思ったんだけど、特に気になったのはね、 100R ね、はい、あ、はい、100R からヘアピンのラインとか、はいはい、まあ、A コーナーも遅いとかね、うん、なんかね、前の車ミスった時に、はい、スッと追いつくはずなのに追いつかないんだよ、うん、だからね、前の車のスピードになんか妙に合わせてるんだよ。ていうか合わせちゃってるね、自然に。ミサイル、そこら辺が未熟だっていうことですね。そうですね、うん、なるほど。 100R に関しては確かにその、うん、なんていうんですかね、ボトムまで行った時にちゃんと向きを変えれなくて、うん、でも置いてかれたくないって思ってアウトまで行って、うん、でヘアピンに行く時にまた戻んなきゃいけなかったりとか、うん、すごく実感してます、そこら辺は。次号では次号では、ミサイリーとデッドファイター、はい、ラップタイムを1秒上げてやる。おお、1秒だよ1秒。本当ですね、っていう気持ちで、気持ちどっちなんじゃやってみたいと思います。これはみんな必見だね。ドライビングで上げるからただだよ、ただただ、うん、金かかんないよ。レブは買わなきゃダメよ、うん、それでやってみたいと思います。やってみたいと思います。交互期待、交互期待。どうするとテンパらなくて済むのか。ありました、言ってたじゃん。そうですよ、僕はね、もういつもね、こうテンパって失敗してしまうんですよ。これは何級案件なんですかね。いや、それもう心の相談室だよ、それ。心の相談室だよ。なんかこの辺にあのすりガラスとかが入ってて、あの、違うみたいな。もうあの、違うんですけど、何かいい方ありますかみたいな。いや本当にすごいよね、出っ張り方が。今ので締めちゃうのみたいな。別コーナー。お疲れ様でした。別コーナー。はい。それは皆さんまた来る。出ないでしょ、出演者の皆さんが。